はい、えー。皆様、こんばんは。えー、エイプリルフール、えー、4月1日、えー、非常に皆様にね、えー、ご心配をおかけしました。まあ、実は昨日ですね、あのー、仕事中、雨に降られまして、まあ、夕方また冷たいね、あのー、風に吹かれまして、思いっきり体が冷えてしまいまして、またそういった時に限って、ちょっとあのー、 出先に出かけて使っていたのが、車ではなく、オートバイだったもんですから、さらに体が冷えまくってしまってですね、もう自宅に着いた時には鼻水が出るわ、えー、おかんはするわで、本当にちょっとガタ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 していたんで、 これはちょっとやばいなということで、まあ、昨日はお休みさせていただきました。今ね、えー、所長の方がもう洗車しちゃうかなと書いているんですが、実は昨日ですね。昨日ですよ。はい。朝の天気がいいもんですから、思わずね、もう我慢ができなくて、ずっとずっとずっとね、あの、耐えていたんですけど、 ついつい出来心で車洗ってしまったんですよ。で、車洗うとですね、次に出てくるのが、まあ、ワックス掛けということでございまして、まあ、さすがにね、沖縄の天気予報、雨、あの、あまり当てにならないんで、多分晴れるだろうということで、思いっきりワックスまで掛けてピカピカにしてしまったんですよね。まあ、沖縄の天気予報は、 晴れ、時々、曇り、後、庭か雨でだいたい当たると言われているんですが、予報ではね、雨が降るということだったんで、そこの逆張りをして、まあ、天気予報が雨っていうんだったら晴れるだろうっていうことで、はい、私、ついついワックスをかけてしまいました。 雨が降るからワックスがけをするのか、それとも、私がワックスがけをしたから雨が降るのかはわかりません。でも、こういう感じで、はい、シクシク。<laughs> よーく水弾いてますよ。はい、シクシク、シクシクということでございましたね。本当に、えー、悲しい思いをしたことでございます。さて、淳さんからは天気予報も、 沖縄西並みに逆の方が当たりますということでございましたねいや本当に金車さん洗車すると雨が降るまさにその通りでございますさて、えー、今夜もですねハチさんの方からニラで ございます。それと、所長の方からもニラ届いております。ありがとうございます。三月さんからはクラッカー。星さんからもクラッカーで、厚石さんからはマラッキョウスムージーということでございます。ありがとうございます。モンドさんと、えー、江戸前あさり小僧さんからニラ、ニラでございます。ニラですよ、やっぱりニラ。はい。ニラすごい元気に生えてますよ。 今度はそのニラの間にね、えー、パッションフルーツ植えようかと思っておりますけどね。はい、コースケさんからもマラっきょうスムージー。それからカルガモさんからはニラ茶でございます。えー、JMSDF さんお久しぶりでございます。こんばんは。まあ、こういった感じでね、えー、雨が降って、本当に悲しい思いをした私でございますが、まあ、悲しいデブ猫。 ちゃんという漫画があるんですが、悲しいね、ボーギーさんということでございまして、今日はこのようにね、朝起きてみると車が思いっきり濡れていたんですが、その後、空が思いっきり晴れましてね、まあこういう感じで、はい、夏のような、 天気になってしまいまして、まあ、昨日ね、時間かけて車磨いてピカピカにした上にワックス掛けをしたのにもかかわらず、えー、この夜から朝方にかけて大雨降りまして、車が思いっきり濡れた後にまたこうしてね、カンカン照りになったということで、なかなか世の中、うまくいきません。はい。まあでもめげずにまたね、 え、磨いてみようかなと思っております。はい、えー、JMSDF さんからニラチャーいただいております。ありがとうございます。塩サバさんどうもこんばんはん、こでございます。さて、今日はこういうふうにね、ま相変わらず、はい、えー、車を洗うと雨が降る男のね、えー、お話をまず最初にさせていただきました。さて、今日はですね、まずこのお話から。はい、えー、これはですね、土曜日。 の辺野古らしいですね。はい。まあ、週末の辺野古、このようにね、たくさんの人がいるというか、なんかたくさんいるようにはちょっと見えないですけどね。まあ、奥にいるのは、えー、警備の方々と工場ゲート。それをね、あの、道向かいから眺めているこの人たちは何かというと、全国から集まった高校生らしいんですよ。 皆さん、全国から集まった高校生。さて、その高校生たちが何をしに来たのかなというと、こういうことでございます。沖縄タイムさん。3月28日午後3時ごろ、名護市辺野古の米軍キャンプシュアブゲート前では、市民たちが座り込み、新基地建設に反対しました。 全国高校生平和集会で県外の高校生たち約80人も見学ということでございましてね愛知県から来た生徒は現地に来ないとわからない戻ったら家族や友達に伝えたいと話しましたということなんですけど現地に来ないとわからないいやーこれは一体何なんでしょうかこの人たちにとって現地というのは 一体何なんですかね。さて、この平和集会。実はこういう感じ。はい。沖縄戦と基地問題について学び、交流しよう。高校生平和集会 in 沖縄ということでございまして。いやーね、あの、未来ある高校生が、ね、反社会的活動に参加をするという非常にね、えー、これはディープなお話でございまして。 これ私ちょっと理解ができないんですよね。まあ、このように、はい、日時3月27日から28日、オプションで3月30日までということで書いてあります。まあ、このように日程もね、あの、那覇空港に集合とか書いているんですけど、そこでね、あの、学習会と交流ということで、 沖縄戦から何を学ぶかのその講師がなんと、はい、ガマフヤーの具志堅さん。まあ最近この具志堅さん、共産党にすごい近づいてるね、方でございまして、もう最近はその遺骨収集よりは反基地活動の方が忙しいんじゃないか、なんてね、思っております。はい、そしてこのね、中身を見ると本当に、何なん,なんですかね。もう偏った内容。 いやね、本当にフィールドワークっていうのは、両論兵器が私はね、非常に重要だと思うんですけど、さすがにね、両論兵器、どこにも見当たらないですよ。ね、出てくる方、出てくる方、すべて、ね、あちら界隈でございまして、えー、ね、まさに左翼の、はい、オンパレード。 今、塩鯖さんが、左翼集会に送り込む学校も教師もどうかと思いますということで、置きパよ愛好会、埼玉出張所所長さん、地元の人たちは迷惑していますよということなんですけどね。いや、本当にね、こういうことして現地なんて言ってるんですけど、本当に現地のことわかっているんですかさて、こういったね、あの、 若者たちのバックなんですけど、やっぱりこういった連中がね、バックにいます。高校生平和ゼミなんて言ってね。はい。まあ、新聞赤旗、もう真っ赤っかで、えー、ございましてね、えー。こういったね、あのー、共産党さん、若者たち一生懸命集めてね、運動しているようなんですけど、皆さんこれ見ていただけますかはい。高校生のね、 集会、えー、なんて言っておきながら、ど真ん中にいるピンクの方はどう見ても高校生ではないんですよ。そしてね、この後ろの方を見てわかるように、前面にね、あのー、若者たちを数名配置していますけど、後ろはね、もういつもの、はい、妙齢の方々ばっかりでございまして、まあ、彼らがね、えー、こういった若者たちを 一つのやっぱりシンボルのように立てまつって、前の方に出してはいますが、その後ろには全然続いていないと。いつもの、ね、あの、バ,バたちが続いてるっていうことでございまして、いや、本当にね、お笑わしてくれるな、なんてね、思っております。ハツさん。そういえば、琉球新報電子版を読んでる時に、えー、将棋だったか、以後の記事が赤旗に関連するところが、 ね、記事が出ていたということでございまして、もうどんなことでももう半吉につなげてしまうのが、まあ、沖縄のメディアなのかななんてね、私思っております。まあ本当にこういったことが堂々とやっぱり続いてる。しかしね、現地に来て学ぶというんだったら、なんで辺野古のね、違法テント、はい、違法テントに行っちゃうのかな っていうのがね、私思うわけなんですよ。いや、現地の人っていうのはね、私からしてみたら、辺野古区の区長さん。だってね、違法テントから車で3分ぐらいで、ね、行ける辺野古区の公民館に行けば、区長さんに会えるわけなんですよね。そして、区長さんだけではなく、辺野古のね、年の近い青年会、つまり若者たちの代表、青年会長さんとかですね、 あと、えー、社交商工組合の会長さん、いわゆる辺野古の経済界のね、トップなどに会って、なぜ話を聞かないんですかこれね、私も前々からとっても不思議に思ってるんですよ。こうやってね、違法テントに来て、えー、その地元のことを分かったような顔をして、ドヤ顔をしてるこういったね、人たちって、なんかおかしくないですかそもそもね、テントの 違法テンにいる連中ってね地元の人ってほとんどいないんですよ。地元の人はほとんどいなくてね、いわゆる半吉活動家ばっかりなのに、そういった人たちの話を聞いて、辺野古のことを知ったようにね、思い込むなんて、それって全くね、学習にはなっていないんじゃないかなんてね、私は思います。実際のね、辺野古の人たちの声っていうのは、こういったものなんですよ。これ辺野古の 漁師さんなんですけど、条件付きで賛成。そうなんです。辺野古の人たちは、えー、条件付きで賛成なんですよ。ところが、こういった、ね、人たちの声を、高校生とかね、若者たちに聞かせるわけにはいかない。だから、ね、辺野古区の公民館にも行かない。ね、青年会長に会って、 話を聞くこともない。ましてや、辺野古のね、こういった経済的なことを一生懸命頑張っている、えー、商工社工業組合の会長さんに会うことすらしない。もうね、基地反対をしている、えー、辺野古のね、違法テントの活動家たちの話をね、聞いて、これが地元の声だと。現地の声だというふうにね、思わせてしまう。 これはね、教育ではなくて、もう明らかな洗脳でしかないというふうにね、私は思っております。はい、えー、塩沢ささん。迷える子羊を騙す悪い大人たちということでございましてね。えー、あつさん。おかしいと気がつかない貴重な若者たち。本当にね、おかしいと思わないんですかね。そこにいる人間ってね、県外の人とか、 市外かから来た活動家ばっかりですよそれを話を聞いてね辺野古のことを分かったつもりになってるなんて本当にとんでもありません。でマスコミがね一切また報道しないんですけどこの条件闘争辺野古区の人たちはねこのさびれ果てた、えー、この東海岸の辺野古をね賑やかにしてほしいともっともっとねあの 発展した町にしたいっていうことで、えー、条件付きように。その中で一つ大きな、ね、条件がありまして、まあ、辺野国っていうのは、えー、このね、えー、普天間基地の移転先を受け入れるっていうことで、いろんな恩恵をね、受けてきました。まあ、例えばね、あのー、新しい箱物っていうのがどん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 作られて、 でま、雇用の機会をね。そこであの作っているっていうのもあります。道路も整備されました。そしてね、えー、若者たちの学びの場として、沖縄高専が辺野古に作られまあ、その周辺に、えー、ね。若者たちの住む寮なんかも作られて、人口一気に増えたんですよね。はい、そのね。沖縄高専の運動場のそばに実は米軍の。 ヘリパッドがあるというのはあまり知られていないことでございまして、米軍が演習するたんびに沖縄高専のすぐそばでオスプレイやね、ヘリがリ発着をするということで、地元の人たちはどうにかその子どもたち、若者たちに性質な学習環境をやっぱり整えてあげたいと。そしてそこから飛び立つオスプレイとかヘリが辺野古区の上とかですね、 国道329号線をまたいで海に出ていくのをこれどうにかしたい。つまりこの辺野古のね、えー、この沖合を埋め立てて滑走路をね、作る、それを容認する代わりに、えー、このヘリパッドはね、廃止をしてほしいということをね、沖縄防衛局に申し入れをして交換条件にしてるんですよ。つまり、あの辺野古区のね、えー、このキャンプシュワーブの 沖にね、えー、この滑走路ができることによって、沖縄高専のそばのヘリパッドは廃止されます。つまり、ね、この若者たちにとっての危険性っていうのが、大いにこれ除去されるんですけど、沖縄のメディア、どこもこれ報道しないんですよ。不思議でしょう。ね。これ報道されると、あ、へ、これね、移設した方がいいんじゃないのっていう声が大きくなるから、 こういうことは一切報道しない。ということでね。今、中佐がえ Google マップでね、見たら、えー、この校舎の裏山にヘリポートが確認できます。ということなんですけどね。はい、ハチさん。沖縄西にはね、久米3区の特集をネット記事で上げてほしい。いや、絶対にやらないですよ。やらない。はい。なぜかというと、県民にね、知られてはならない。 不都合な事実なんですよ。ね。さて、まあそこでね、あの、地元の方の、まあ一つの声として、え、全ヘノコックの商工社工業組合の会長の飯田さんとていう方がいます。私も非常にね、よくしてもらってる方なんですけど、なんとね、ヘノコの人たちって声が出せない。 といいうこををね、ね、えー、テレビビのインタビューで、ね、話をしています。なぜね、辺野古の人たちはね、声が出せないかというと、これなんですよ。物を言ったらね、すぐ攻撃が入ると。すごいでしょ、皆さん。辺野古、地元の人たちですよ。その地元の人たちが声を上げるとね、なんと攻撃が入るわけなんですよ。 どんな攻撃かと言いますと、えー、こういうね、攻撃が入ります。はい。なんと、金でね、魂まで売り上がってっていうことで、散々にね、批判されるわけなんですよ。つまり、こういうふうに条件闘争、ね、辺野国の侵攻そして沖縄高専のねえ、そばのヘリパッドのね、撤去、 それをね、あの、一つの交換条件として、滑走路移設を受け入れた。それをね、あの、テレビとか新聞とか雑誌とかで言うと、金で魂売りやがってっていうことで散々にね、はい、批判されます。批判される。もうネットとかでね、もう本当に徹底的にね、やられちゃってしまうわけなんですよね。 まあですから、飯田会長曰く、おそらく一番虐いたげられてるのは住民だって言ってるわけなんですよ。これって皆さんおかしいと思わないですかね。今回、辺野古で反基地活動を見学してね、あの、現地のね、ことは現地に行かないとわからないって知ったかぶりをしている高校生の皆さん。これが現地の声ですよ。 おそらく一番敷いたげられているのは住民。その住民の方々が自分たちが豊かになるために一つの条件闘争としてね、受け入れをね、表明をしたら金で魂売りやがってって,言ってよそ者にね、散々にね、批判される。だからね、ヘル国の人たちって声出さないんですよ。メディアが来てもね、あの、本音を言わない。 もし行ってね、身元とかバラされたら、そこにね、攻撃が来ますから、そんなことを言うぐらいだったらね、もう黙ってた方がいいっていうことになる。だから辺野古区ではメディアっていうのはすごい嫌われています。埼玉警備隊ラインバッカーさん、こんばんはんこでございます。はい、えー、カルガモさん、落選したナ覇市長候補者が行っていましたねって金でなびいたと。 それからね、確か、名護のね、あの、市長選考、市長選挙で、ね、え、現職のナーシギが、ね、金で魂をどうのこうのとか言ってましたけどね。いや、本当に金社さんその通りで地元民に、お前ら黙っていろと。俺たちはお前たちのためにやってあげているんだという上から目線。あげの果てに地元の人たちがね、 あの、自分たちが豊かになるために、まあ、条件闘争をしたら、ね、金で魂売り上がってって批判するわけなんですよ。そういった人たちのほとんどがよそ者。まあこれがね、辺野古のまあ現状でございまして、それをね、気づかせないために、えー、こういった若者たちのフィールドワークでは、えー、本当の地元住民の方と合わそうとしない。ね。 これって皆さん教育だと思いますかどう見ても私はえ洗脳としか思えないわけなんですよね。まあ、実は今日のねえ、収録で、このね、沖縄のいわゆる反基地闘争で公務員の旗ばっかりが目立つことについてもね、私、え言及させていただいていますし、今日のね、ラジオ、結構厳しいことね、バシバシ言って ていますんでね、今度の木曜日、また、あの、皆さん、えー、ラジオ、ね、あの、動画でも流しますけど、聞いていただきたいな、というふうにね、思っております。それと、皆さんが大好き、HK コスロリマンゴー仮面さん、相変わらずのね、放送事故っぷりでございまして、もう大好きな話題にね、なった途端に、もう意気揚々と喋りまくってる途中で、ね、 切られるという手いただくをね、今回もさらしていますんで、ぜひ皆さん、また、えー、木曜日の放送はね、聞いていただきたいな、というふうに思っております。マコさん、どうも、こんばん、ワンコでございます。いやー、しかし本当にね、一番、虐げられてるのは住民。まさにね、この飯田会長がね、おっしゃっていることは、まさにその通りだと思いますし、それを報道しないメディア、そしてそれを覆い隠して、 ね、よそ者がね、あの、はびこっているテントに若者たちを連れてきて、それをね、現地の声だって言って教え込む悪い大人たち。さあ、その輪廻を断ち切るためには、やはりね、えー、私たちのようなね、野、えー、にいるね名もなき侍がね、声をやっぱり上げていく、情報を発信していくことが必要ではない ないかなっていうふうにね、思っております。まあ、バッチをつけるとどうしてでもね、口が不自由になる。ね、闘議、党束、拘束にね、えー、囚われて言いたいことも言えない政治家が多い中、ならば私たちがね、えー、これからもビシバシと、えー、事実を発信していく重要性っていうのがこれまで以上に高まっているなというふうに私は感じております。 はい。ということで、本日のボギー大佐の言いたい放題。ね。えー、一番虐げられてるのは誰だということで、ね。お話をさせていただきました。まあ、こういったところからね、えー、その若者たちに一人でも二人でも、えー、現実にね、気がつく、ね、子が出てくればいいかな、なんて思っております。ということで、本日の はい、えー、ボギー大佐の言いたい放題、えー、これにて終了させていただきます。明日ね、実は、はい、チャンネル桜、収録があります。明日。ぜひね、美咲ちゃんも出てくるんで、また皆さん、あの、メッセージとかあったら、えー、桜沖縄支局の方にね、送ってていただきたいと思っております。では、えー、皆様、えー、今夜もね、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。まあ、これからね、あの、はい、 晴れてほしい時にはできるだけ車を洗わないようにしたい私でございます。では皆様、明日同じ時間にまたお会いしたいと思います。今夜もお付き合いありがとうございました。